じゃあね、今回は走行動画なんですがね、このブルートレインの、この今回走ってた車両は、これ、ベーシックセットのブルートレインなんですよ。これ、はい。これ、オールインワンセットなんで、これ、ベーシックセットなんさ、これ。やから基本5両なんさ、あと、すごないこれ、このベーシックセットで5両って、すごいぞ。珍しいぞ。多いぞ、普通に。多い気がするぞ。5両はな、5両で、これアマゾンで買ったんやけど、5両で1万2000ってお得っちゃう、これ。これ、はい。じゃ、今回は、ね、今はね、さっきもう走行動画やったで、今は、このシーンはな、ベーシックセットの中身を見ていこうってことや。やから、じゃあ、今からやるか。じゃあ、箱見てみましょう、見て。まず、側面には、ここ。今、車両入れてねえんやけどな、今。車両は入れて。車両今、まだ出してある。あと、これ、朝風。EF66 な、51号機な。かっこいいな。で、横は、この注意書きとか書いてあって、で、この横にも、写真があって、で、裏には、なんか、説明書きが書いてあるな。ちょっとした。じゃあ、中を見ていくか。はい。これはね、これ、なんでベーシックセットで買ったのかというとね、これ、どっかの旅行でこれ走らせるから、まだ家やね。夏休みに行くんで、その、ある旅行、ある場所の旅行。まだ言わんで、皆さんは。はい、じゃあ、ここに車両が入っとってんで、これはもう、パスで。はい、じゃあ、これです。まず、これ、車両の方を取ったら、箱を取ったら、車両説明書ところ、二つあるんやけどな、どっちも、スタートアップガイドが、まあ、あるんやけど、これね、一番最初に始めた時にこれ出てきたやん。ここにもブルートリン乗ってるよな。よし、じゃあ、一緒やからな。まあ中はもういいか。もうこのガイドはもういいわ。もういい。で、ここには、付属の車両とか、説明書があってあります。じゃあ、次は、レールとかな。レールとか、見ちょ。まず、これは、何やろな。これは、お!パワーパック。なあ、これが N600 やな。これやっぱり、これな、いつも使っとる、この今持ってる N600 ってな、色がな、水色やけどな、青色なのに、これ黒なんよ。すごいな、黒色。これ黒色や。いつもこれ、青色使っとるけど、これ、黒色やな、あら。おー、すげえ。よし。こうしまわなな。よし。なんかおかしいことになっておくか。こうやな。なんかおかしい、あ、おー、急に出てきた。雑やな、俺。あ、もう4分経つ。な、ちょっと高っと。で、これが、あれやな。ケーブル。よし。こうか。何これ?しまうの難しいの。まあいいわ。こうしよう。じゃあちょっと待って。じゃあ直したんで。で、次は、こっちは開けていくか。なんかこれペリペリがあるけど。じゃあペリペリしていくか。ペリペリがある。これなんの?あれなんもこれ。あれ?これなんも入ってんよな。空やんけ、これ。空な。からの箱や。これはもういいわ。で、これが、レールか。これ、レールが入っとんね。すべてのレールが入っとるよな。ここにぎっしりあるな。レールが。で、これが、おー、直線レール。これ、PC 枕木か。
もっと下にもあるな。あれ、まだある。ちょっと出してこう。はい、横にはこれリリーラーがあったな。リリーラーと、D シャラプターと、これは、渡り板やな。いつか踏切作っとく。で、またしまおう。じゃあ、下見ていこう。下のなんか、これも、これは、な、お、カーブレール。こんだけやな。よし。おー。いつもこう苦戦するんやな。ちょっと待って、ちょっと、時間がも、はい、じゃあ、ここに、ちょっと戻して、で、説明書も元通りにして、で、これもし、これも入れて、で、箱にしまうと。箱にしまうか。できとるな、ちゃんと。よし。ああ、危ねえ。はい、しまう、できた。はい。じゃあ、終わりやな。このショー、これは。じゃあ、ちょっと、最後に、これ、どっかの旅で持っていくんですよ。まだ教えませんけどね、皆さんには。まだ秘密っす。どこ、ある場所、ある旅行でこれ、持ってきます。これ、走らせるよ。このま、丸ごと持ってって、車両も、レールも、パワーパックも、全部持ってって。これ、うん。これは、もう、俺ないな。もう俺ないかな?もう言うこと。なんか言う、じゃあ、一応、ちょっと終わります。じゃあ、シーララー!